こんにちは、すずです。ひろです。星かけるです。今日聞きたいのが、大手に就職した2人に大手就活のリアルを聞いていきたいと思います。イエイイエイ。はい、どういうところ内定したんですか？内定先は計3社、食品飲料と、うん、あと自動車です。あなたは大きい企業でいうと4社と、そのうちの1社に行ったんですけど、うん、まあ、IT 系とかがメインで、うんうん、あとは教育ですかね。はい、なるほどね。まあ、じゃあそういう就活をした2人に大手就活のリアルを聞いていきたいと思います。はい、一つ目聞きたいのが、社員訪問をしないと絶対に内定がもらえない、これは丸ですか×ですか？これ私もイメージあるかも。なんか大手就活してる人ってみんな社員訪問めっちゃしてるイメージ、てか社員訪問しないと受からないイメージがあります。キーさんどうですか？×。全然してないわ私。星はこれ三角だな。え、キーさんめっちゃしてなかった？会社による。それが心理。でも会社によるが心理だな。なるほどね、まうん、もう全然一回もしてないで泣いていただいたところもあるし。それは、うん、どういう系の会社だったの？私が今いる会社以外の2社はなんかインターンには参加したんだけど、個人で、うん、あのアポ取って話聞くみたいなのは一回もしてないかな。そうなんだ、うん、意外だわ。星は？あ、でも確かに逆に今行った企業はしてなくて、うん、一人も珍しいタイプ。今以外の企業はしてた。結論これはバスですね。ただ、うん、はい、業務理解してるかしてないかはめっちゃ重要な気がする、うん、だから OB 訪問した方がよりリアルな情報が手に入るから。確かにね、まあ、例えばよくいるのがマーケティングやりたいですとかね、うんうん、まあ、いやそれ分かってないでしょってなったらもう終わりだからそういうとこですね。あ、なるほどなるほど。じゃあそういうふうに話すときにちゃんと、まあ、なんでやりたいのかとか、どういう仕事やりたいのかとか詳しく話せるだけの情報量を持ってれば社員訪問しなくていいけど、うん、持ってなかったらちゃんと社員訪問をして、うん、情報集めなきゃいけないよってことなの。あー、そういうことかですかね。それもあるし、はい、まあ、まず一つは、うん、その業務理解のためにやった方がいいっていうのと、うんうん、二つ目に面接の時に業務訪問しましたって言うと熱量が伝わるっていう、だから二つの理由でやった方がいいけど、うん、やんないと受からないだと、まあ俺そうだし、キーちゃんも使ってるから三角ですね。業界にもいるかもね。なんか商社とかはさ、大事っていうよね。広告とかもじゃない？つながりが広告めっちゃ大事な気がするわ。絶対やんないと受からないって聞いた私。で広告業界は割とそれ強いかもしれない。それこそ、うん、あの広告の有名なあの大きいところとかだと、うん、社員さん会いましたかとかっていう風に面接で聞かれるんだよね。そうなんだ。それは確かにね。でどういう印象持ちましたかみたいなの聞かれるから、業界によるね。広告系と商社系、そこ以外のメーカーとか IT とか教育系はそこまで聞かれない。まあ、IT なんか特に聞かれない気するけど、大手のうちの3社あるうちの2社は OB 訪問してるから分かんないけど、うん、別に聞かれたかって聞かれてない。そっか、じゃあ絶対にしなきゃいけないわけじゃないけど、別に時間あるならやった方がいいんじゃない、うん、それはそうだと受かる手段っていうか、うん、自分 の, その行きたい会社かっていうのを理解するための手段としてやってたって感じ。まあ、じゃあ結論三角ってことで。あ、そうだね。やっぱやった方がいい、3つやった方がいい理由は、はい、まあ、普通に1つは業務理解のためで、うん、はい、まあ、もう1つは、まあ、あの熱意を伝えるためで、うん、はい、で3つ目は、まあ、実際入った後後悔しないため、うん、はい、うん、ありがとうございます。まとめてくれて、はい、次聞きたいことが、やっぱ大手って学歴フィルターがバチバチにありそうっていうのがあります、偏見が、うん、ここに関しては丸×どっちですか？実際に内定して、うん、周りの子の学歴とかも見てるわけじゃん、うん、どう？それ見て丸かな。おー、いやー丸でしょ丸でしょ。わー、じゃあキーちゃん、なんでそう思った？え、丸である理由でしょ、はい、え、めっちゃ失礼だけど、いいよいいよ、私が言うのいいよいいよ。同じレベル感の人たちはめっちゃ多い、確かに。そのレベル感っていうのは大学のレベルってことだよね。うん、そうそうそう。まあでもそれは前も言ってたよね。国立とか、総計とか、うん、かな。内定先だけじゃなくて、他もいろいろ結構内定もらったじゃん。うんうんうん、他のその大手も割と高学歴な人が多かった。うん。なんかもちろん、うん、全員国立とかそういうわけじゃなくて、うんうんうん、全員総計とかそういうことじゃなくて、いるはいるんだけど、うん、傾斜がついてるって感じ、はい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 、やっぱ高学歴ほど多くてこう、うんうんうん、なってるっていう。学歴で決まってるのか、まあ、地下とかの質で決まってるのかわからないね、それはね。まあでも割とそういう高学歴な人たちが多いっていうかね、うん。星さんは？俺は三角なんですけど、はい、結局学歴フィルターは業界によってまずあったりなかったりするよねっていうパターンはあって、とはいえ昔に比べたらめちゃくちゃ少なくなってるっていうのがまずあった上で、うん、IT とかはまず、うん、ないほぼない。
実力主義。あなたの内定先とかどうなの？周りの大学とか見てると。結論めっちゃ高いよ。でもそれは学歴フィルターっていうよりかはシンプルにすごい人しかいない、うん、やってきたことだね。そうだね、いい大学ですごいことやってきた人が多いってことだよね。でもそれはやっぱ波及するんじゃない？そうね、それは思うわ、それは思うわ。意識高い人が多い人の方が勉強しがちだし、うん、そうなってくるとその中で結構ね広がったりするから。そうね、それはあると思う。めっちゃ学歴フィルターみたいなのも業界によるのかもしれませんね。まあそうだね。かつ学歴以上にすごいことやってたら全然通る。あ、そうだと思ったよね。なのでまあこれも三角、丸寄りの三角。じゃあ丸寄りの三角。いや丸寄りの三角じゃないっしょ。学歴フィルター自体は三角だけど、やってきたことをすごいの高学歴がちだよねっていう。そうそうね。そうなんだよね、本当に。まあ学歴がなかったとしても強い学歴とかがあれば全然余裕で通過できるっていう結論ですね。じゃあ次、体育会系ばっかり説。これ私も偏見あるかもしれない、確かに。でもメーカーと IT だから結構違うかもね。 IT はそんなに体育会のイメージないかも。 IT は違うんじゃないですか、うん、部活やってるやつほぼいないからね。そうだよね。っていうよりはなんか企業とかさ、長期インターンとかそっちが多そう。 IT、そうだね、そういう人が多いイメージがありますね、うん、メーカーはもう体育会ゴリゴリのイメージがありますよ、私は。どうですか？多いと思う、うん、だけど、うん、全員が大会で埋もれるとかだと思ってたけど、そういうわけではない。何割ぐらいいる？3割ぐらいかな。お、じゃあ意外と。そうだけど多いは多いと思う。感覚だと大会3割、海外バックグラウンド系3割、それこそ企業とかインターンとか、なんか NGO とか、そう、こら辺3割みたいな。大会系ばっかりってわけじゃないんだよね、うん、営業とかだとさ、まあ実際体力使うじゃん、体力的に、たくましいとは思われてるだろうね、大会の人は、その大手が商社だったら大会系ばっかりな気がするね。1割とか9割大会系なんじゃない？勝手な偏見が。いや偏見すぎるでしょ。それは偏見、それは偏見よ。商社、国代理店の昔からあるとこが体育会系のイメージ超強いよね。じゃメーカーとか IT は体育会じゃなくてもまあ大丈夫だけど、商社とか広告代理店とかは割と体育会系多いんじゃないかっていう。やばい、推論でしかない。それな。それこそさっきの学歴の話につながるけど、やっぱやってきたことだと思う。やっぱさ、大会の飛行ってさ、その分大学生の間時間使ってさ、もう全力注いで、そうね、なんかもうサークルみたいに遊びじゃなくて本気でやるじゃん、だからなんかそういうのがやっぱ評価されるのかもしれないよね。学力が強くてね、体力めっちゃ使う、クライアントとめっちゃ関わる仕事はちょっと丸かもしれない、それ以外に関しては、まあ、部活やったら学力とかが分かりやすかったりとか話すことがあるから、まあ意外といるよねっていう。丸寄りの三角。じゃあ丸寄りの三角ってことでお願いします、はいはい。倍率がやばそう。 ES とか Web テストのボーダー高そう。あ、これはあるかもしれない。結構ベンチャーとかだと割と ES とか Web テはスッて通り抜けちゃう気がするけど、大手ってまずそこ通過するのにめっちゃ難関なイメージがあります。なんか応募数自体は多いとは思う、エントリー自体ね、出す人も多いとは思うけど、それで実際に本気で狙いにいってる人ってなると結構絞られるんじゃないかなって思ってる。大学受験の時とかさ、記念受験とかあるじゃん、なんかそういう感じだから、名前知ってるからとりあえず出しとこうで、まあわよくば受かったらいいなみたいな感じでやる人も多いんじゃないかなと思ってる。なんかウェブテストだったら練習も兼ねられるし、通倍率みたいなところで言うとそうでもないのかなとは思ってる。でも高いっちゃ高いってことだね。まあそうかもね。 ES とかウェブテストの倍率は高い。星さんは、まあ、倍率は確かにね、おっしゃる通りだわ、高い、パッと見高いけど実倍率はめっちゃ低いと思う、その上で ES と SBI に関しては、ES は添削してもらえば通るんじゃないか説はあるよね。添削してもらったら通るし、添削してもらえないで時間かけてないやつは通らないっていう、結構はっきりしてたから、そうだよね、俺は結構はっきりしてた。 SBI もめっちゃありがたいことに、だから中学校レベルの問題なんですよあれ、だから学歴あんま関係なくて、やったらやった分だけ点数上がるし、逆に ES と SBI は学歴ない側からしたらありがたいよ。倍率高い低いとかじゃなくて、どれだけ対策したかっていう感じ、って感じだね。だと思います。ありがとうございます。まあ、実倍率は低いにしても ES とか Web テストとかやっぱりいろんな人が受けに来るから倍率高くなっちゃうわけじゃん、そこを通り抜けるためにどういう対策してましたか？まあ、星はめっちゃ人に見せてたんだよね。できる人一人に見せればいいんだけど、その人が OK だったら通ってたし、OK じゃないって言ったら通らなかった。
すごい、その人すごい、うん、すごかった、その人に全部見せた。 PI は俺は参考にならないけど、公務員講座っていうのを受けてたから、うん、そういうのを勉強するの、似たような内容を。だから俺はあんまり勉強はしてないけど、まあ、有利だったよね、だから SBI は、うん、確かに。キーはイエスに関しては、で私も見せたかな、人に。キーはさ、もう3年生の割と初めの方からずっと見せてたよね、うんうんうん、それこそさ、サマーなんてさ、もう知ってる会社に出すじゃん、うん、とりあえず、うん、まあ倍率それこそさ、みんな同じ状況だから高くて多分落ちて、それで、うん、ではやばいってなって人に見せてたかな、うん、そしたら通りやすくなってた、うん、そうだね。じゃあウェブテストはどういう対策してた？ウェブテスト私もね、参考にならないんだよね。中学受験組はね、多分ね、ずるいと思う。あー、てかそれはあるわ。なるほどね、めっちゃある。中学受験の問題なんだよね、ほぼ。そうなんだ、うん、私中学受験してないから分かんないわ。中学校の時ちゃんと勉強した人は多分解けると思う。え、中学受験したんだ。中学までは勉強して、高校とか受験はしてないから、高校大学よく分かってない。2人とも中学の時にめっちゃ勉強頑張ってたから、うん、だけどスピード大事じゃん。うん、大事。テストって、うん、なんかそれに最初ビビって、うん、やばい、これは経験積まないとなれないとって思って、うんうんうん、全然知らない会社で、なんかウェブ手だけ受けられるみたいなあるじゃん。うん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 、そういうのとか申し込んで受けてたかもしれない。なるほど。え、2人は体感何割ぐらい取れてたの、ウェブテスト？なんか最後の方とかになると思ってる問題ばか出てくるじゃん。自己採点では。めっちゃ嫌味だけど、うん、9割ぐらい。うわー、すごい。本当に取れてると思う、そのぐらい。俺多分3分の2とかだと思うわ。66% ぐらいじゃん。高いの低いのどっちなんでしょうって。平均がわかんない。まあ、でもじゃあ参考までいいので私は 66% ぐらい取れてて、キーは9割ぐらい取れてて通ったらしいです。倍率が高くなるので対策をしっかりしましょうっていうことだね、大手就活は特に。はい、他にさ、大手就活ならではこれ ならではだったなみたいなことってある？星なんかはベンチャーと思ってどっちも受けてたじゃん。はいはい、受けてますね。確かに違いはあった？ベンチャーの方が受かりやすい、職種によっては。エンジニアはベンチャーの方がめちゃくちゃ受かりづらい、エンジニアは大手の方が全然受かりやすい。 DX 学取ってるからめっちゃ受かりやすいと思う、 DX の人は。営業とかは総合職採用になってくると多分大手の方が難しくて、ベンチャーの方が簡単、まあ、会社によるけどね。ちっちゃい会社は結構その場その場で利益が欲しいわけだから、即戦力が欲しい場合が多くて、総合職で営業とかであればある程度喋れたりすれば、いるだけで即戦になったりもするわけだけど、技術的な側面がある職種は邪魔なのよね、ぶっちゃけ、っていうのがあるから育てられないじゃん。大きい企業は長期的に優秀になってくれば問題ないから、でもしくは大手の方が分かりやすかったりする。ありがとうございます。という感じで2人に今日は大手就活のリアルを聞いていきました。これから25卒で大手行きたいなって思ってる人はぜひこの動画を参考にしてみてください。ということで、お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ちょっと待って、知ってる、うん、ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。